皆さんこんにちは。鎌倉に住んでいる招き猫のミケです。今回ご紹介するお寺は北鎌倉駅前にあるとっても有名なお寺円覚寺です。早速訪れてみましょう。円覚寺は JR 横須賀線北鎌倉駅で下車、東口を出て1分です。北鎌倉駅東口を出てまっすぐ歩くと左手が円覚寺の敷地です。そして線路の反対側も実は円覚寺の一部です。踏切のあるところが円覚寺の入り口になります。さて左が円覚寺の本堂ですが、その前に右手の線路の向こうに行こうと思います。この池も円覚寺の境内の一部です。この池は白鷺池と書いて白露池と呼ばれています。この池には円覚寺の始まりの伝説があります。円覚寺は鎌倉時代に中国の元が攻めてきた元寇での戦死者を弔うために、時の八代執権北条時宗により開かれました。その時に建長寺の開山蘭渓道竜和尚にお寺の場所の選定を頼みました。すると夢の中に鶴岡八幡宮の神様が白鷺に姿を変えて現れ、この池に舞い降りたのです。さて、では、改めまして、円覚寺の紹介です。臨済宗円覚寺派の大本山、山号は、瑞六山、酔鹿の山、鎌倉五山第2位です。約600万平方メートルの広さで、国の史跡に認定されています。1282年、弘安5年、無学祖元が開山。八代執権北条時宗が建立しました。北条時宗は中国の元と戦ったことが有名な鎌倉幕府の執権です。石段を上がりましょう。総門です。三号の瑞六山とあります。ここからお寺の門や建物が一直線に並びます。このような建物の配置を禅寺様式と言います。総門をくぐってまっすぐ階段を上ります。三門です。三門は山の門とか数字の3の門と書きます。山はお寺の領域を意味し、お寺の入り口なので三門です。漢数字の三は空無相無眼の三解脱の心で、仏の世界に入ることを意味しています。この三門には伏見上皇
職筆の円覚矯正禅師の額がかかっています。円覚寺の節みべけんつながりと覚えてくださいね。山門をくぐり抜けると仏殿です。仏殿です。現在の建物は1923年の関東大震災で倒壊、1964年、昭和39年に再建されたものです。禅宗様式の七堂伽藍の中心に位置する建物です。ご本尊は冠をかぶっていて、宝冠釈迦如来と呼ばれ、華厳のルシャナ仏とも呼ばれています。仏殿の天井絵は、日本画家の前田青村、監修、守谷忠式号の白龍の図が描かれています。ここでは、開山期、だるま期、臨済期などの行事や毎朝の座禅が行われています。毎年10月3日、開山期では、開山の無学祖元さんのために、中国の宋の時代の古式ゆかしい法会が行われます。また、4年に一度、ウルード氏に開山像を腰に乗せ、境内を巡回します。無学祖元和尚は、元の襲来の時に、北条時宗の相談役だったそうです。仏殿の裏に回ります。9月には、仏殿裏には、昼爪そばの可愛いピンクの小さな花が咲き乱れます。仏殿の奥に法城があります。法城の入り口は唐門です。勅使門と言います。天皇の使いを迎える門です。中に入りましょう。門を入ると、大きな白芯の木があります。開山の無学祖元さんが植えたと言われています。法城はもともと、お寺の和尚さんの住むところでしたが、今は、様々な法要が行われる、阿円覚寺の本堂のような役割をしています。ここで、写経もできます。法城の裏に落ち着いた庭園があります。ここで一休み。法城の庭園と道を挟んであるのが妙高池です。無学祖元さんが作ったとされています。妙高池の坂を登って、左に行くと、国宝の舎利殿がある、装束院です。装束院です。円覚寺の修行道場があります。この中に、国宝の舎利殿があります。この舎利殿は、1573年、天正元年、小田原の、北条氏北条氏康、によって、鎌倉の西御門にあった尼寺、太平寺の仏殿が移築されたものです。室町時代中期、15世紀、頃の建築物と推定され、日本最古の唐様、禅宗様、の建築物です。鎌倉には国宝がたくさんありますが、建物の国宝はこの舎利殿だけです。お釈迦様の遺骨を舎利と言います。舎利殿はお釈迦様の骨を祀る建物です。ここでは10月15日に舎利公式が行われます。
舎利殿に納めてある舎利を法上に移し、法要を営みます。装束院へ曲がらずに、まっすぐ進むと、まず左手に、仏日庵があります。ここには、円覚寺を開いた、北条時宗を祀っている皆亀廟があり、お墓もあります。息子の九代執権北条高時のお墓もあります。時宗の命日、4月4日には、円覚寺の僧侶全員で、半祭式を挙げる、皆亀毎祭忌が行われます。また、境内には、茶室の遠足券があります。作家、川端康成さんの千羽鶴に登場することで有名です。仏日庵では、皆亀廟を見ながら抹茶がいただけます。仏日庵では、3月には、綺麗な白い花を咲かせる、白木蓮が見られます。これは、阿久聖殿で知られる中国の作家、魯迅から贈られたもので、おさらぎ次郎の小説、秘境にも登場します。仏日庵のすぐ上に、白石か、と書いて、白鹿洞という洞窟があります。円覚寺には動物にまつわる伝説があります。円覚寺が開かれた時、無学祖元和尚さんの法話を聞くために、山中から白石鹿が現れたという伝説があります。その白石鹿が出てきたというのがこの白鹿洞です。円覚寺の三号の瑞鹿山ですが、この三号にはめでたい鹿のお山という意味があります。鹿洞を通り過ぎると、円覚寺の一番奥、大烏梅院です。鎌倉五山文学の隆盛に貢献した夢窓疎石、夢窓国師の塔頭で、疎石を師とする無双派の関東における拠点となりました。奥に観音堂があり、聖観世音を安置しています。室町時代には、二代将軍、足利義明の遺骨が分骨され、足利氏の菩提寺的、性格も帯びて、厚く保護されました。さて、山を下って引き返します。こちらは、奨励院です。円覚寺150世、宿越禅駅和尚の塔頭です。木造、大雪祖の座像などがあります。1月から3月、7月、8月、12月は非公開です。4月には、牡丹が見ごろで、盛りに特別公開されています。総門の広場まで降りてきました。山門の横にあるのは、慶照庵です。現在は禅道場、孤寺林として、定期的に座禅会が開かれています。中央堂には、閻魔様が安置されています。これは、鎌倉七教の中央橋付近にあった中央堂から移されたものです。鎌倉の7つの有名な橋は、また、後でお話ししますね。ここには弓道場も作られています。さて、広場を横切り、お寺の反対側に行きましょう。
最初の坂を登ります。紀元院です。大慶寺や上智寺などの住職も務めた税さんという偉いお坊さんを記念して作られた庵です。作家の夏目漱石さんが明治27年の年末から翌年の初めにかけてここで座禅修行をしました。その時の体験で小説門を書いたのが有名です。境内の句碑に仏性は白き桔梗にこそあらめとあります。残念ですが一般の人は現在は入れません。拝観には事前申し込みが必要です。さていよいよ最後です。この階段の上には弁天堂があり国宝の鐘楼があります。国宝の鐘楼です。1201年昭安3年に九代執権北条貞時が寄進した大金です。建長寺常楽寺とともに鎌倉三名勝の一つです。円覚寺参詣の終わりに弁天茶屋でお団子をいただきましょう。円覚寺は山の自然と一体化したとても落ち着く雰囲気と風格のあるお寺でしたね。では、また、次のお寺でお会いしましょう。